EA スポーツ WRC ラリースウェーデン攻略ほぼ視界ゼロの走り方やってみる。こんにちは、ポンキシです。今回は先週に引き続いて EA スポーツ WRC のオフィシャルマルチプレイレースネットイベント、オフィシャル WRC の攻略、ラリースウェーデンの攻略をやっていきたいと思います。このゲームは EA スポーツ WRC ですけれども、ラリーゲームであれば全く同じ内容で、プレイリストを順番に見ていくだけで必ず一緒にまくなっていける動画を目指します。ええなと思ったらぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。はい、今回もサムネイルの女子は AI 生成の玉露にマスコットガール満月ポンコちゃんです。よろしくお願いします。さて、この雪の路面のオフィシャルイベントももう大詰め、第4週も最後の週に入ってきて、取り組んでこられた皆さんもだいぶね慣れてこられたと思うんですけど、これから雪の路面遊びますよという方はこちらの動画も合わせてご覧いただけるとより理解が深まることと思います。動画の概要欄にプレイリスト載せておきますね。さあ、そしてやっぱりねラリーゲーム上手くなっていくためには一番効率的なのはオフィシャルイベントに定期的に出場していくことなんじゃないかなと思うんですけど、予想通りこれに出場されてる方もう本当にメキメキ上達されてます。 EWC1 クラスが上級者、2クラスが中級者、3クラスが初級者向きになってるんですけど、上級者向きはまあ分量多いんで時間が取れないなっていう方は、初心者向けの GFNR EWC3 クラス、これまあ毎週でなくてもいいので各週ぐらいでね定期的にご参加いただけるとどんどん上達していけるのかなという気がします。まあもちろん取り組み方にもよるかなとは思うんですけど、しっかり練習してから走るとすごく上達することができると思いますので、ぜひお試しください。イベントの参加の仕方は詳しくブログに書いて概要欄に載せてますので、ぜひそちらをご覧ください。やっぱりね上手くなるためには毎日触るのがいいですよね。でもね毎日触れるようなね時間ってまあなかなか取れないですよね。でまあ下手になっていかないようにするためには定期的に触る、まあ2週間に1回ぐらいは触っておくのがいいんじゃないかなと思います。下手になりさえしなければ必ず時間さえかければトップランカーに上り詰めることができると思います。さあ、前回私のオフィシャル WRC モンテカルロはですね第2 SS でクリティカルダメージそのままリタイアだったんですけども、今回は第5 SS でマグナムトルネードリタイアこそまだしてないですけども、上位進出は絶望的になりました。まあだけどプロラリードライバーのイリナスさんがおっしゃるのはね、これもラリーなので完走を目指して最後まで諦めない走りで取り組んでいきたいと思います。オフィシャルヒストリックの方はノーミスで完走できました。さて、今回のスウェーデン攻略リプレイ画面を見ていただいたら分かります通り、雪で前が見えませんもうほぼ前が見えない、ほぼ視界ゼロこのほぼ視界ゼロのスウェーデンをどうやって攻略していくかということを考えていきたいと思います。さて、今回私の戦略としては2つ。1つ目はコースをもう完全に覚える。コースを完全に覚えてさえいれば、見えてなかろうが大人のコールがあればさっとそこのようにかわしていくことができる。なんですけど記憶力が悪いのでできませんなので2つ目の戦略、コドラのコールを信じて次のコーナーを予測して見えてないコーナーに合わせていく。まあ実際のラリー、そしてラリーゲームでも当たり前の話なんですけども、これをやっていきたいと思います。見えてないとはいえ道を読むことが非常に大事になってきます。なのでまあ見えてる時よりもねしっかりと道を読む。道を読むっていうのは何かと申しますと、まずは視覚情報から、見えてる情報から次に続く道がどうなってるかを読む。まあ、一番わかりやすいとこで言うと私ですね、このゲーム雪道とはいえ真っ白な道ではないので茶色になってますよね、通ってるとこはね。なので少しわかりやすいと思います。この轍の流れを見て次の道がどうなってるかを読みます。そして左右の木の生え方、雪壁の流れ、そして遠くに見えるかな道の情報ですね。これを見逃さないように、いや見逃すんですけど見えてないんで見逃すんですけど、それでも極力見逃さないように見ます。そしてもう一つはコドラのコールですね。コドラのコールをしっかりと聞き逃さないように、特にタイトゥーンを聞き逃すと、タイトゥーンはね表示されないんですよね。タイトゥーン表示してくれないんで、そのままコースアウトっていうことはよくあるので、タイトゥーンを聞き逃さないようにしていきたいですね。あとは数字ですね、ヘアピン、スクエア、数字を聞き逃さないようにするとうまいこと走るんじゃないかなと思います。そしてまあそれでもね速く走るの無理なんですよ速く走るの厳しいのでゆっくり走りますゆっくり走ったらなんとかうまいこと走れるんじゃないですかね道を完全に覚えるまでゆっくり走ればいいんじゃないかな、そんな風に思います。一番良くないのはスピードを落とさないで、しかも見えないからって言ってラインに車を乗っていかない、ズバッと切り込んでいかない、まあ、そうするともう走れないですね、全然走れないですなので、まあ、スピードはね少し落として、予測した道を予測した通りにズバッと切り込んでラインに乗っていく。見えてないんですよ、見えてないんで確証はないんですけど、確信はないんですけど、ズバッとラインに乗っていく。そうするとうまいこと走れるんじゃないかなと思います。
さあ、では走っていきたいと思います。コースはスウェーデンホフフィスクック 21.5 キロロングコース。コンディションは夜明け、豪雪、雪、アシストでオフ、 AI は最高難度の100、マシンはフォードフィエスタ R3 です。いや、前が見えないんで遅い車助かりますね。さあ、スタート。見えへん見えへん見えへんけども、ラインに。乗っていく いや、ここをね、中途半端にやるとかえって危ないんですよね。見えないけども、ちゃんとライン乗せていくっていう走りをするとうまいこと乗れますね。それに気がつくのに少しかかりました危ない危ない危ない。ただこういうことも起こります見えてないんで、今みたいなことも起こります。さあ、今回ですね、練習走行実は1本走ってます。晴れのコンディションですね。晴れのコンディション、キル、クリア、そして雪路面、そういうコンディションで1本走ってます。ゆっくりですね、ゆっくり走って、まあ、ゆっくりでもないかな、まあ、1本走って8分40秒。そして今回この練習ですね、2本目、2本目の走行になります。この豪雪、すごい雪が降る感じ、これで、これは1本目ですね。なので、まあ、ほとんど初見のコース覚えてないですね。覚えてないコースでどれぐらい走れるか、そして、まあ、覚えてなくてもこの見えてないコースをいかに走るか、そういう練習になってます。まあ、とにかくね、このコドライバーのコールをしっかりと聞く、で聞いたらこの画面から予測されるコースですよね。見えてないので、もうあぶらぶらぶら、まあ、こうなる、予測に頼るとこうなるんですよね。ちゃんと予測しきれてないと。今のもね、右にって言ってたんですよね、トゥーライトって言ってたのに、ちゃんと聞き取れてなくてぶつかるっていうね、そういうことになってるんで、ちゃんとしっかり聞くしっかり聞いて、聞いたらしっかり実行する、こういうことをやっていけばうまいこと走るんじゃないかなと思います。まあ、そんなスピード出さなくて、あぶら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 、欲張ってね、いや3って言ったけど4速で行こうとかね、そうやって欲張って走ると今みたいになるんで、もう欲張らない。見えてたらできるんですよ、コース見えてたら、あ、3って言ってたけどこれぐらいの速度でいけるなって言ってね、できるんですけど、見えてないんでできないですよね。覚えてたら、コースをね、完全に覚えてたらできるとは思うんですけど、なかなか完全に覚えるということはできないんで、もうコールそのまま、読まれたらそのまま行く、それで走れるんじゃないかなと思います。そう、読まれてたらそのまま行く。まあ、だけどライン乗せられてないですね。ちょっとはらんでますよ、ちょっと欲張ってますよ欲張ったらええことないですね。あらいここはらんでますね、はらんだらあかんっていや、やっぱりちょっと難しいな。このコースのもう直近しか見えないんで、まあ、直近が見えてるだけマシですけどね。ゲームでは直近が見えるんで、実際のラリーでは直近もほぼ見えない、本当に視界ゼロっていうことがあると思うんで、まあ、それでもね、飛ばしますよね、みんなね。危ない危ない。でコースの奥の方が見えてないとやっぱり難しいですね、こうやって走るのが難しくなっちゃう。たったそれだけのことです、まあ、つまりどういうことかというと、晴れてるときはコースの奥の方をめっちゃ見てるってことなんですね。コースの奥の方をめっちゃ見てると早く走れるってことなんですよ。コースのこの近くだけしか見てないと走れない、うまいこと走れない。ただ雪が降ったり、こうやってね、雪で前が見えなかったり、霧がかかって前が見えない、雨で豪雨で前が見えない、まあ、そういう時は早くは走れない、走りづらいんですよね。コドラのコールに完璧に合わせて走るか、完全にコースを覚えるか、どっちかまあ両方できないんで両方できないから、まあ、このコドラのコースに
3匹に合わせて走るっていうのをだったらもしかしたらできるかもしれないね。覚えるのはちょっと無理かな。まあダートラリー 2.0 みたいに2600時間乗れば覚えることもできるかなとは思うんですけど、まだそこまで走ってないんでできないですね。危なかった死にかけ死にかけ、いやー今死にかけましたね。本番で今のは避けたいな。やっぱスピード出せないな。タイトン言いましたね、まあ、6ライトの次タイトン、このタイトン聞き逃したらここは曲がれないですよ。タイトンを聞けてないと危ないですよ。タイトンは絶対聞き逃さない。いや表示で出してほしいですよタイトンね。まあ、表示で出せないので聞き取るしかないですよね今の現状では。他のゲーム、例えばダートラリー 2.0 とか WRC ジェネレーションズ、WRC10 とかではタイトンね、表示で、ショーナリーかな、ダイナリーのマークがついたんで、空の逆側ですね、空の逆側。それさえ見逃さなかったらよかったんですけど、まあ、今作ではタイトン表示されないんで聞き取らないといけないですね。まあそれちょっと難しいですよね。まあわざとだと思うんですけどね。またタイトン言いましたよ。またタイトン言ってますよ。怖くてしょうがない。怖くてしょうがないんですけど、もう見えないから踏めないですよね。アクセルが踏めない。スクエアライト、こう危ないですよ。合わせぐっ。まあまあですかね。まあまあ、まあ遅れたんですけど、今実は遅れたんですけど、やっぱ見えてないと遅れますよね。もう直前になってからやってくるんでコーナーが、やっぱ遅れますね。アプローチがこれ完璧に合わせられないと難しいですね。イベントで速い人たちトップ30はみんなやっぱ速いんですよね。合わせてるってことです。つまりいやーまだまだ青いですね私も。まあまあ緑ついてますよ。この緑っていうのは AI100% に対してついてる緑ですね。まあ、緑っていうのはこの区間速かったら緑がつくんですね。セクターが16個に分かれてて、そのセクター危ない危ない死ぬ死ぬ、そのセクターが AI よりも速かったら緑がつく。まあ、これだけ緑がついてたら勝てるんじゃないですかね。勝てると思います。まあまあ慣れてきましたよ。まあまあ慣れてきてラインに乗せられるようになってきましたよ。ズーバッと、ズーバッと、あ、コース見えやすくなってるんかな。コースが開けてきて見えやすくなってきてるんですよこれ。で夜が明けてきて視界も開けてきました。だから乗りやすくなってきたんですね。うまくなってきたんかと思ったらうまくなってきたわけじゃないみたい。
まあ、1本走ったぐらいではうまくなんない。あ、でも赤になって、赤がついてますよ。これはまずい。これはまずい。フルアタックでいきましょう。フルアタックで。無理。フルアタック無理。見えへんのに。あ、ダメダメ。見えへんのにフルアタック無理。これ危ないとこやんか。これ危ないとこやんか。これちょっと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 。あ、ダメダメ。Slowing, six right and late three left, half long Titans. 90, one right, don't cut, 100. Yeah, quite. Three left, open. Ah, 今実はどれこれぐらいスピードだったらいけるかなと思って行ってみたら無理でした。行ってみたら無理でした。合いませんでした。Four right, the crest, half long, 90.よし最後攻め切る最後まで。危ない。よしいやー何とかしましたね。よし、AI より2分41秒早い。じゃやりましたね。思ったんですけど、実はね、これ、録画ミスってるんですけど、もう一人早い AI がおって、51秒でした、そいつ。負けました。負けました。いや、晴れてる時の、クリアの時のタイムが8分41秒で、視界が悪いとね、やっぱ59秒ぐらいしか出せないから、そんな気がしますね。これは飛ばせないなという感じありますけども、もっと慣れて8秒遅れぐらい、コンマ5秒ですね。ヘクターコンマ5秒遅れぐらいでいけるようになりたいですね。それぐらいでいければ早く走れてるうちに入ってくるんじゃないかな、まあ、そんなような気がしますね。さあ、では、俯瞰視点での反省会やっていきたいと思います。まあ、何も見えないですけど、俯瞰視点でも、まあ、何も見えないですけど、まあでも俯瞰視点だったら結構前のコースがどうなってるか分かりますね、これ。これは俯瞰視点を練習したらいいんじゃないかな。俯瞰視点はこれ有利ですよ、だいぶ。乗れたらの話ですけど。乗れたらだいぶ有利。まあ乗れないんですけどね。俯瞰視点乗れないんですけど。俯瞰視点はだいぶ難しいんで。でもボンネット視点やったらもうちょっと見えるのかな、コックピット視点よりは。まあ、だいぶ視点での有利不利あるかもしれないですね。まあできないんですけどね。まあできない。まあ、ボンネット視点は私、早く走れたりするのはわかるんですけど、好きじゃない。どうしても興奮できないんで、面白いと思わないんで、すぐ引退しちゃうんですよ。すぐやめちゃうんですよ。なので乗れない。そういう理由で乗れないです。で、この俯瞰視点は、まあ、俯瞰視点もね、同じようなことはあると思うんですけど、どうしても興奮しないんで、やれないっていうのもあるんですよ。まあ、それ以前に、この視点難しすぎてできないですよ。この視点、難しすぎるからできへんよ。危ない危ない。今のはね、右にっていうのを、ツーライトっていうのを聞き取れてなかったで、聞き取れてたんですけど、なんか知らんけど、4速でいけるって言って言っちゃってたんで、ちゃんと減速しないと曲がれないと。危ない危ない危ない。いやー、オーバースピードですね。ずっとオーバースピード、オーバースピードではらんでますよ。危ない危ない危ない。甘えてますね。いや、こんな甘えてたらうまいこと走れない。絶対絶対うまいこと走れない。絶対うまいこと走れない。オーバースピード気味。いや、甘えてるな。まあ今はオーバースピードでしたけど、なんとかドリフトでね、減速して、まあそう、まあオーバースピードだったらそういう風にしましょう。そういう風にしようよ、ポンチ。いやー、全体的にオーバースピードやな。オーバースピードだと絶対に速く走れないんで。あー、危ない危ない危ない。スタッドつけてない。
これオーバースピードでラインから外れるとそのスピードでは絶対に曲がれないんですよね。なのでその奥で必ず減速をするんで絶対に速く走れないです。綺麗にラインに乗せていけてたらそのスピードでもいけるんですよね。そのスピードでいけるかもしれないですけど、もうはらんじゃってるんで危ない。今のパンクしててもおかしくないな。まあ、今回ハードコアダメージでやってます。なので今パンクしなかったら運が良かっただけ。本番ではパンクしますよ今のね。さあここ右4ですけども、やっぱ見えないんで怖がってますね。まあ怖がって多く減速してますね。まあしょうがないですね。だいぶタイムここだけでもう2秒3秒失ってますけど、危ない危ない。今死にかけでしたね合いませんでしたね。タイミング合いませんでした。4のコーナーね、右の4のコーナー。ラインに乗せられてればちゃんと曲がれる。ラインに乗れてなけなかったらもう曲がれなくて死んじゃう。ラインに乗せられないんだったら、まあ何、あぶら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 死にかけ、しゃあ死ぬ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 。ラインに乗せられないんだったら、あるいはラインに乗れなかったんだったらもう減速しないといけない。いやー甘えてるなー。だけど欲張って減速しないから余計危なくなる。すべてのコーナーがはらんでますね。オーバースピード気味ではらんでる。まあありていに言うと下手くそですよねありていに言うと下手くそやな。いやこれもっと上手いこと多分タイム出ますよ。これ今の実力でもこのオーバースピードでいかんかったらこのぐらいでいけるやろうなっていうのがあるんですよね多分ね。一本練習で走ってるん でずっとスウェーデン走ってきてるんで練習ね、このぐらいのスピードやろうなっていうんで入ってみたらちゃんとライン取りできてないからいけないんですよ。だから曲がりきれなくて減速するんですよ。だったらもう最初からそんな速度で入んなかったらいいんですよね。もっと抑えて入れば曲がりきれるんで簡単に10秒ぐらい縮むんじゃないかな それだけのことで。あとは俯瞰視点でやる俯瞰視点やったら乗れそうな気がしますね。だいぶ奥まで見えてますねコースのね。いやできないですけどいや俯瞰視点でできる人マジで神やからマジで神やから。多分ね世界ランカーは俯瞰視点の方何人もいるといらっしゃると思いますよ。それぐらい有利。ただむちゃくちゃ難しいただむちゃくちゃ難しい。まあこういうちょっとね広めのとこはいいんですけど特に狭いとこになってきたら難しいと思いますね。細かい制御は効かない。危ない。まあそこのトレードオフですよね。今のよくパンクせんかったな今のパンク案件でしょ今の完全にぶつかってましたね。あれはぶつけたらあかん。本番では絶対ぶつけたらあかん。いやでも難しいねんな。見えてへんしな。
さっき今左ぶつけたんですけど、バンパーぶつけてる分にはね、まだパンクはしないんですけど。フェンダーのとこバンぶつけたらやばいですよ。危ない危ない、死ぬいやー甘えてんな、ゴンキチ甘えてんな。ここら辺きれいですよ。うわ、はらんでる、甘えてる。アプローチ遅いっすよね、やっぱね、見えてない分、うん、アプローチが遅いっすよね、これ。いやー難しいなー、ユッキーマジ難しいなー。ダートラリー2でね、の時はもっと見えないユッキーがあったんですよねだけどあまりにも見えなさすぎて、でだけど AI は早いからもうめっちゃクレームいったんでしょうね。最終的になくなりましたと雪で見えなくなるっていうのなくなりました。いや、そこら辺の AI をもうちゃんと作ってほしいですね。ちゃんとバトルになるように、まあ、雪の見えない路面が得意とか、そういうのもあっても面白いです。まあそういうのは得意な AI がおるとかね。うわー危ない面白いと思いますけどね。 AI の速度変わんないですよね。それもうダートラリー 2.0 の時からそうですそんなわけないよ危ない危ない、絡んでる。あ、ここはそう、攻めてみたいですよね。アウト側がすごい広く取ってあったんで、どれぐらいスピードでいけるのかなって言って、ちょっと攻めてみたら、はらみました。案の定はらみました。まあまあうまいこと走れてますけど、それでもベストのラインというわけではないですよね。ね、ここら辺もね、ちょっと、まあ完璧には乗ってないですよね。まあまあいいですけど。ね、ここね。はい、ではセットアップ見ていきたいと思います。まあ、セットアップは結構、オーバーステアになるようにセットしてますね。危ないなと思った時に緊急的にドリフトで逃げれるように、オーバーステアのセットにしてます。はい、今回、e スポーツ WRC のスウェーデン、豪雪で全く前が見えへんっていうところを練習してきたんですけども、まあ、これもね、経験値なのかなという気がしますね。速く走るためには完全に道を覚えてしまうのがいいのかなと思う反面、まあ、私ぐらい暇で遊ぶ時間の多い人間でも、まあ、それは難しいんで、オーバースピードになりづらいように、しっかりと速度を落とす。で、コドラの言うことを聞いて、しっかりとその通りに走る。そして見えないながらもしっかり道を見て道を読む、まあ、そこら辺をねやっていけば雪で見えないスウェーデンも走れるようになるのかな、まあ、そんなような気がします。はい、次回はようやく雪氷終わって普通の砂利道になりますね。いやー楽しみ。はい、これからも初心者の方が誰でもラリーゲームをみんなで一緒に楽しみながら上手くなっていけるような動画アップしていけたらなと思ってます。コメント欄で初心者中級者の皆さんには今回の課題についてご一緒にお考えいただいたり、上級者の皆さんにはアドバイスなどでご一緒にお楽しみいただければと思います。もう一個だけ動画見ていただいて、それでもええなと思っていただけたらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。ほらまたね。いやースウェーデンドリル楽しかったですねスウェーデンドリル楽しい。いや、ドラテク身についたかなドラテク上手くなったから上手くなってたらいいですけど上手くなっててほしい上手くなっててほしい。